はい。それでは本日は二級建築施工管理技地の学科試験。平成27年問41番施工・鉄筋工事について解説していきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄に記載されておりますので、そちらからご覧ください。鉄筋のかぶり厚さに関する記述、として最も適当なものはどれか。1、設計かぶり厚さは最小かぶり厚さに施工誤差等を見込んで割り増したものであるえ。この問題は正解です。こちら設計かぶり厚さの問題になります。この絵なんですけども、ちょっと過剰に書きました。 この最小被り厚さというのがこの黒の線とえ鉄筋のこ,ここの距離を最小被り厚さにしております。ただ実際売った、えー、すいません、え緑ですね。設計の被り厚さというのはこの最小被り厚さからプラス10ミリしたところがこの設計被り厚さになっております。そしてこの赤色の線。実際これがコンクリートを売った時の厚みです。この設計被り厚さよりもまあ小さいと、えー、ま内側に来てしまったというのが結果になっております。まあ、なぜこのようなことになるのかというと、 設計かぶり厚さを定めるときなんですけども、この実際、コンクリートを打ったとき、このように小さくなってしまう可能性があります。なので、かぶり厚さに関しては、加工、組み立て、精度、そしてコンクリートの打ち込みのときの変形や移動によって、このように縮んでしまう可能性があります。それを考慮して、最小かぶり厚さ、このクローンの最小かぶり厚さプラス10ミリを加えたものが、設計のかぶり厚さとするというのが、施工の基準で定められております。なので、今回の問題に関しては、 最小被り厚さに、えー、施工誤差等を見込んで割り増ししたものであると書いてあるので、この1番に関しては正解です。それでは2番。2> 屋内の体力壁の最小被り厚は仕上げがある場合とない場合では異なる。えー、この問題は間違っています。この問題少し分かりにくいと思うんですけども、こちらは体力壁の厚みの問題になりますね。このように、えー、ちょっとこのような絵はありえないんですけども、居、まあ、室が2つありますと。でこの 外に関しては、えーまあ、外壁なので外に面している、えー、壁ですね。そして内にあるここ、この赤色の点、これが屋内の壁ですね。これ体力壁としてあります。で、この青色が鉄筋ですね。で、今回この内の壁のことを言っております。えー、この、えー、屋内の体力壁の最小被り厚さと書いてあるので、この屋内、ここの体力壁の被り厚さが今回の問題になってきます。そして次はですね、仕上げがある場合とない場合では異なると書いてあるんですけども、 こちら、ちょっと拡大して、まあ、あのこのような、えー、と建物は絶対にないんですけども、もしこれがか、えー、このかぶり、えー、下ですね、えー、コンクリートを打って完成、これ仕上げなしの場合です。コンクリート打ちっぱなしでもこのまま終わりと。ただ、えー、次、今回の問題の仕上げありという場合なんですけども、これはコンクリートの上にプラスターボードとか、えー、GL ボンドを貼って、まあ、壁をつけていくということですね、耐火引きをつけていくという流れになります。これが仕上げありの場合です。これが仕上げなしと仕上げありの場合なんですけども、えー、今回、 仕上げあり,ありの場合とない場合では異なると書いてあるんですけども結論から言うと同じですこのような外壁でも内壁でもどちらでもかぶり厚さは結論から言うと変わりませんなのでこのようになんか仕上げがあるとかないとかいろいろ書かれていると思うんですけども原則的にはこの中のコンクリートのことコンクリートの体力壁か非体力壁そ,しそ,れはそれかあとは土にかぶっているかどうかなどそこで判断していくのでその化粧があるか化粧というかこの 仕上げがあるかとかないかは関係ないと思っていただければと思います。なので今回の問題に関しては、この仕上げの有無に関わらず被りやすさは一緒であるので、これは変わると書いてあります。なのでこの2番に関しては不正解です。あとは説明し忘れたんですけど、この体力壁というのはまあ強い壁のことと思っていただければいいです。コンクリートの壁ですね。そして非体力壁というものもあるんですけども、これ基本的に LGS とかプラスターボードでできたまあ弱い壁ですね。あとはまあコンクリートの場合もあるので、こちらもお送りいただければと思います。それでは3番。 直接土に接し,て接しない屋外の仕上げのある柱の最小被り圧は30ミリとする。この問題は正解です。これは何を言っているのかというと、このように地下と、これも例えばの絵なんですけども、例えばこのように2回あって1回、そして地下階がある場合ですね、これは土に接していない壁です。そしてこっちは土に接している壁です。この土に接している壁と接していない壁では、被り圧差というのは変わってきます。ここですね。ちょっと地味に。 こっちらが広く書いてあるんですけども、えこの直接せ、えー、土に接していない屋外の壁の仕上げのある、えー、柱の最小被り厚さと書いてあるんですけど、こちらもまた仕上げと出てきています。まあ、これは多分タイルとかを貼っていくんでしょうね。ただこのような、えー、仕上げとかはあまり関係なく、これはもうコンクリートだけの基準になります。この、えー、屋外の仕上げのある柱の、えー、最小被り厚さは、えー、30ミリとすると書いてあるんですけども、このように、えー 土に接していない、えー、土に接さない体力壁であったり、柱であったり、針というのは、えー、3 0ンチの被り厚さが、えー、施工の規定になってきます。なので、こちらの問題に関しては正解という流れになります。ちょっとこれ、えー、柱だと、えー、なかなか書きづらかったので、このような土に接さない壁にしたんですけども、壁でも柱でも針でも土に接さなければ、被り厚さは30ミリと決まっているので、こちらも覚えていただければと思います。それでは4番 D29 以上の針資金の被り厚さは えー、主金の呼び名の呼び名に用いた数値1.5倍以上とする、えー、この問題は正解です。結論、この問題も暗記になります。これは針の断面図ですね。針の断面図でこのような外側の主金があります。この主金が、えー、D29 以上を用いた場合に関しては、このような図に接したとか、接したないとかにかかわらず、D29 以上のものを使用する場合に関しては、柱及び,、えー、柱及び針に関しては、 呼び名の計 d 2 9かける1 5とするのがこのかぶり厚さになります。この問題に関しては D29、もし D29 となればそれかける1 5なので43.5がかぶり厚さになります。なのでこちらの問題に関しても暗記になります。ちょっと暗記問題が多いんですけども、このような施工の基準の規定の数値を覚えていただけると、よりこの鉄筋に関しては点数が取りやすくなるので、こちらも覚えていただければと思います。 以上のことから今回は2番が間違っているので2番が固定となります。